あら、これなんか固まってる？よーし。さあ、行きますぜ。六本木へ。今日は面白そうね。兄さんとチュルちゃんと私。ちょっと待ってね。56本。はい、こんばんは。よいしょ。ちょっと下に行くよ、下に。もうお家出ないと結構ギリギリなんですよ、今日も。おー、よいしょ。あ、美奈子様いらっしゃい。ちょっとゴミを捨てないとね。靴はこれでいいかな、サンダルで歩きやすい感じで。そう、生ゴミね、ちょっと明日、今日お泊まりだから帰ってこないね、家にね。ゴミは今日出しちゃう。これね、化粧をこうよくしてる。なんか感じ。雨降りそうね。あ、お茶まくかずちゃん、ありがとう。よし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 。あずちゃん、ありがとう。あと誰だ？ゆうきちゃんの、ありがとう。ちょっと待ってね。あ、えいおうちゃん、ありがとう。ベーコフちゃんもありがとう。ちょっと日曜ね、傘持ってきた、傘は。あやちゃんもありがとう。よしよし。よし。あ、鍵どうしよう。あ、ちょっと間に合わないな。はわらびちゃんもありがとう。誰の後？まこちゃんもありがとう。ちょっと待って、間に合う、間に合う。ギリギリ。よいしょ。今日はツイキャス主のチュルちゃんね、と共演、あと直木兄さんと通販番組。多分画面に映るのはめちゃくちゃ久しぶりだと思うんだよね。相当久しぶり。共演はね。大丈夫、オートロックだから。で、あとでちょっとアンケート取るんでね。あら、やだ、アイコス1台置いてきちゃった。最悪。2台持ってきたはずが。これはいい方かな、新しいやつかな。今日はめちゃくちゃ濃くしてる。あのスタジオ撮影なんで、今日はいつもはお家なんだけど、照明がかなり強いね。結構濃ゆめにお化粧してる。あ、ヨギママありがとう。よしよし。これは新作ですね、新作。今日新作、これはあの、なんだっけ、ディオールじゃなくて、イヴ・サンローランかな。サンローランの、新しいやつ。印象。結構こういう、おばちゃんみたいなメイク。今日は気合入ってる。だってね、
かわいいかわいいチュルちゃんとの共演だからね、負けないように今日はね、あ、ヨハネちゃんもありがとう、よしよしね、かわいいかわいいチュルちゃんとなんだ、オカマ戦争ですよ、オカマ戦争そう、引き立て役になんないようにね、負けないようにね、あ、ピカマヨちゃんもお茶まくありがとう、よしよし、あ、そうね、チュルちゃんをオカマって言ったらもう失礼よね、もう女性になった方なんでね、そうね、オカマっていうのはちょっと失礼かもね、うん、あ、みなこ様ありがとうございます、よしよしよし、公開処刑だよ今日本当に、まきちゃんね、お茶まくありがとう、よしよし公開処刑ねえ、あ、これがアンケートの内容かな、奈良さんの通販番組見たことあるか、番組のファンでだいたい毎週見てるかの2つをね、ちょっと後でアンケートを、お茶ばっかりありがとう、よしよしよし、ね、で今日の流れとしては通販チュルちゃんと兄さんとアリコピちゃんありがとう、よしよしやって、その後にやっちょくんちに泊まるんで、で明日朝お弁当作りをするんでね、食材も買うんで今日ね、今日もバタバタです、リコピちゃんお茶ばっかりやって、よしよし、そう、お泊まりってこと、多分お弁当、あの朝ごはんは多分初めて、あ、来た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 、よし行こう、よし、よいしょ、で今日藤沢です、お待たせいたしました、はい、あ、今あのあれを入れますね、場所を、あ、はい、ありがとうございます、行き先ですね、見ますか、はい、ここまでお願いします、マギミヨンの実況、これは親子ですよね、あ、変更されましたとなってもナビが入ってきませんですね、あ、本当ですか、はい、ちょっと待ってくださいね、今行き先の方を入れたんですけど、到着出てこない、ここに今多分入ってると思いますよ、行き先、うーん、あ、じゃあ住所で、これ出ては出ないですね、これ住所で、じゃあこちらで行きますね、はい、神奈川県、あ、東京都ですね、東京都、ごめんなさい、東京都、この辺ですかって、谷町のちょっと手前、谷町、ええ、谷町ジャンクションっていうのがあの高速あるんですけど、はい、その手前の右側、あ、左側、あ、そうかもしれないです、ね、ですね、じゃあちょっと動きしていきますか、これかな、三井さん、ええ、あ、ビルがあるんですよね、な、何でしたっけ、三井住友かな、三井住友、これオレンジのクソじゃないですか、住友でっかいビルなんで、その辺行けば、これだと思うんですよね、アネックス一回違う、六本木、ビラ、ビラフォンテーヌ、六本木、違います、あ、違います、ちょっと待ってくださいね、でも、だってこの辺なんですね、空港建設、六本木ビル、違うな、ちょっと待ってくださいね、多分今行き先は今多分送ったと思うんで出てくると、こっち出ないんですよね、なんでだろう、なんか適当に配車中じゃないや、戻る、配車
まあ、その辺に向かってくれれば、まあ、大体この辺でございましたですよね。はい、ちょっと目的地にして、有料ドル取ります。そうですよね。ああ、早めでお願いします。有料ドル取らなきゃなかなかつかないですよね。はい、紛れですよね。川崎インターかなんかでいいんですよね。あの早いルートでお願いします。大丈夫ですか？はい、大丈夫ですか？あ、大丈夫です。はい、はい、問題ございません。今これ川崎インターというよりおそらく用賀インターを初高速乗るような形で言っても、その辺はよろしいございますね。勝手に変更して大丈夫です、はい、好きなように。ありがとうございます。でもこれはですね、このカーナビが正しいかどうかと微妙なところなんですよね。はい、カーナビ古いですもんね。そうなんですね。これあ、ナビ出た。あ、出ました。出ました、出ました。あ、じゃあそこで、そっちでお願いします。こっち行きますね。じゃあアンケート取りますか、みんな。何でしたっけ。アンケートみんな答えてね。なんだっけな。なんだっけ、忘れちゃった。なんだっけ、見たことがあるかと、あとなんだっけ。あー、はいはい、じゃあ今からやるね、直樹兄さんとの通販番組を一度でも見たことあるかないかのアンケートね。はいかいいえね。一度でも見たことある人は、はい。今まで見たこと、一度も見たことないっていう人は、いいえ。はい、アンケート。通販番組ね。au の。さあ、どんぐらいだろうね。でも意外と、あれだよね。見方がわかんないって人も多いよね。あ、これね。で半分半分だね。半々だね。じゃあ次、その通販番組を毎週見てるよっていう人ね。はいって答えた人で、毎週見てるよっていう人は、はい。毎週じゃなくて、まあぼちぼち見てるよっていう人は、いいえね。はいを押した人、見たことあるっていう人の中でね、毎週は、はい、そんな毎週は見てないよっていう人は、いいえ。ぼちぼち、ぼちぼちね。出た。あ、でも1000人ぐらいは見てんのか。あ ?1000 人の 20% だから。20% だから200人ぐらいは毎週見てるってことか。ああ。なるほどね。少ないね、意外とね。だからまあ5、600人ぐらいは、平均で見てるって感じかな。500人ぐらいかな。ねえ、見てる人はね。林真須美じゃないよ、私。今日の流れとしては、これから、チュルちゃんと直樹兄さんと通販番組やって、それが終わってから、
やっちょくん家にお泊まり。で、朝は朝であっちのお家から配信するんでね。料理配信ね、明日は。ナーボはどうなんだろう、来るのかな。楽しいじゃん、お茶ばっかり。よしよしよし。なんかナーボも来るとか言ってたんだけど、プリコちゃんもお茶ばっかり。よしよしよし。どうなんだろう。もういるの？ナーボ。すごいね、豪華メンツだね。じゃああれだね、ふわっちつけない方がいいかな。どうなんだろう。私はふわっちでいいか。みんな多分つけると思うよね。ナーボーもナーボーであれでしょ、夜配信するもんね。行く行く詐欺だな、ナーボーは。やっとくんち行ったことないのかな。ありがとう、じゃまくん。よし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 。いやー、ちゅるちゃんと映ったのはみやびが最後かな。2年ぶりぐらいかな。お店で配信したっけな、あれ。セブンさんかなんかの枠かな。なんか配信者がいっぱい来て、チュルちゃんとかセブンさんとかね、あと誠社長、あれが最後かもね一緒に映るの。昔だから宣伝してくれたんだよね、私がまだいつら300人とか500人の時に、面白いオカマがいるっつってさ、料理とかやってんだよねみたいな話をしてくれて、徐々に閲覧増えてってね、でおすすめバーンって上に乗るようになって、まあひなる先生とかもそうだよね、神谷ちゃんとかも、バーンって1000人ぐらいに増えてね、そっからね。そういう恩があるんだよ、私もね。で、こないだリモートではあったんだけど、久しぶりに会うよね、対面で。あと、モグゴリとかも来てくれたよね、チュルちゃんね。シャンパン入れてくれてさ。私がモグオリやった時にお店遊びに来てくれてね、モグオリに。でも今日大福みたいなんだよな。食べんのが大福なんだってちょっと大福、おじさん大福苦手なんだよなそこら辺のパフォーマンスもね、今日はね見れると思うんだよ。大福と栗きんとんね。どうしたんですか？ETC のエラーです。大丈夫です。すごいですね。行きたいですね。ごめんなさいね。
これずっと鳴ってるんですか。いや、これ料金所までです。すぐです。あ、料金所まで。料金所までです。参ったな。女になっちゃうんですね。あ、治った。音を切っただけなんだ、はい、カードってバグっちゃったな。カードを読ませるとエラーで料金所に引き継がせるとちょっと止まりましたすごいね。どんだけカード入れろってことね。できないんだ、はい、現金の方がいいってこと。いやいや、それじゃなくてこれ行くんですけど、うん、行くんだけど開かないんですよ。え、どうすればいいのじゃん。じゃないちょっと待って、あと1分ぐらい出てきます。かかりん。毎回毎回こうなのかな。いや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 、めったにないです、これ。あ、めったにないんですか。これ、ETC 入れた頃に、ね、1回あったんですよ。それ以来ですから、かなり久しぶりです。そうなんですか。要するに、あの使ってる、なんて言いますか、私どものカードの方というか、機械の方が、ちょっと、オールド、要するに古くなったというか、そういう感じなんですね。オールド。はいはい。なるほど。あ、来た来た。めったにないんですね。あ、来た来た、なんか来たもん。やばー、あと15分しかないじゃん。なんでこれこんなの入れてんのに。やべ、どちらが早くね。川崎。川崎。遅刻で間に合わないね。このままこちらにお持ち兄さん遅れる。お客さん急いで、申し訳ない。急いで。ごめん、遅れるわ今日。兄さん今いたよね。7時半だよね、確か。8時半までに最悪間に合えばいい。8時まで。絶対それ大丈夫です。絶対とは言えないですけど。今年に最悪入ればね。8時半まで間に合えば。東名前の距離370円川の回答がしました。入り口の情報が入ってませんでしたので手動で入れさせていただきました。新幹線も込み込みなんで、はい、前の場開けますので開けましたら休みください、はい、ありがとうございます。なんで今日そんな混んでんの、日曜なのに。カード受け付けないんだよね。いや、進みたいんだけどカード読めないってエラーが出てる。何なんだよ何のための ETC か分かんないな、これね。現金で払っちゃいますよ。いやいや、これ料金の問題じゃないんですよ。あ、そうしなきゃ開かないってことかな。そうです。
んか方法ない、これ通過する方法は。ゲート開けてもらえないんですかね。ダメだよ、機械を受け付けない。いやそれやりたいけど、これこのままやっていいの、入れて出ていいの、これ入らないんだよ、要するに OK なんないんだよ。めちゃダメなの。これで首都高速の、おそらく渋谷のところで出れる、まだ特に問題ないと思うんですが、機械か。いやいや、こう、あ、入った。入った、出れる。オッケー、オッケー。いやー。よしよしよし。いや、申し訳ないっす。よかった。いやー、たまりません。多分不具合、あれ、機械がダメなんです。機械がダメなんですよ。カードは取ってると言いますか。よかった、よかった。たまーにしかないね、なんないんですか。これだって久しぶりです。久しぶりというか、私もっと2度目で。2度目、はい、ただ1回やったことがあるんで、対応はできるんですけど。出るときもう一回エラーする可能性があるんですよ。あ、そうなんですか、はい、また出るときに今度はね、係が出てこないからね、通過しちゃいますから。あ、そういうことですか、大丈夫なんですか、はい。ごめんなさい、時間かかりくっちゃった。透明度がすぐね。でも流れてる流れてる車。え、大丈夫です、時間的にはね、渋滞ありません、この時間帯で大丈夫ですね。ちょっと飛ばしますから、シートベルト大丈夫ですよね。あ、そんなにゆっくりで大丈夫です。あ、ありがとうございます。え、事故とかなっちゃった。ゆっくりで本当大丈夫です。ありがとうございます。じゃあもう多分30分くるで、ちょっと初めての遅刻だな、今日初めて遅刻だよ。ちゅるちゃんとの久しぶりの再会だよ、遅刻って。まあ最悪8時に入れば大丈夫、8時ね、で30分7時半に、でもギリギリだよね、ギリギリ、相当ギリギリで、もう間に合わないなと、10分だもん。
ぎながら乗っちゃったらあれだからね。乗っちゃったな。乗っちゃえば帰れよ。早いから。もうすぐだから。ここですよね。一箇所はこれです。これ大丈夫です。大丈夫。ここは大丈夫ですか？今 B って言いましたけど。ETC 大丈夫ですか？ゆっくりつけてますこれ。はーい。閉まるな。オッケー。それ閉まっちゃったらぶっ込んじゃうね。怖い。ないことで。閉まるじゃん。運だから運。怖っ。激突しちゃうね、バーに。あのバーって吹っ飛ぶよね、多分ね。多分怪我はないと思うよ。意外とプロテクターっていうか、スポンジついてる。あーね、あれね、柔らかいね。でも嫌ですね。あのまだぶつけたことないって。あー、でもカメラ撮られてんだよ、多分。撮られてます、ずっと撮られてます。いくつなんですか？私ですか？はい。年ですか？はい。大体どれくらいに見えます？58ぐらい。ありがとうございます。もっと上ですか？もっと上です。69です。そうなんだ、若いね。ちょっと若作りしてるんですけど、マジなの、ちょっと60、今年9になります、9月。でもうすぐ引退ですか？一応あの会社は65で定年なんですよ。ああ、そうなんだ。その後はまあ、どうなってますか。食卓としてやれという。ああ、はい、契約社員ですね。なるほどね。じゃあまだ現役で。もちろんですが、ローテーションも全部全て普通通りやってますから。うーん、で給料も普通のあの乗務員と変わらないです。こっちの方がいいんですよね。まあいいが、まあ、どうでしょうか。商売ほとんど不合ですから、やっぱり稼ぎが良ければ給料も上がるしってやつで、意外とあのまあシビアですよ。景気の影響もろく受けます。遠方まで行くことあるんですか、東京の方？私も結構行きましたね。もうこれやって15年ぐらい経ちますから、もっと経つか。はい、はい、あちこち行きました。あちらの方も現役ですか？いや、あちらの方はもうさすが、まあ、現役でいればいいなとは思うんですけど。ああ、そうなんですか。この頃試す機会もほとんどなく、うん、嫁さんはいるんですよ。ああ、そうなんです。お子さんも？いや、子供はいないんです。じゃあ2人で仲良く。いや、仲良く猫一匹いましたけどね。ずいぶん仲良しでじゃん。東京ですね。もう入ってます。もう渋谷あたり。渋谷あたり。はい、三軒茶屋のあたりです。なるほど。三軒茶屋のあたりです。あと10分ちょっとぐらいで着くと思うんですけど。はーい。あ、ガキちゃんありがとう。よしよしよし。今日はね、ちょっとね、アンケートを取りたかったからこっちにしたのね。さっきまでやってたんだよ、あの外部サイトの。こっちも朝開けてなかったからちょうどいいかなと思ってね、今開けたの。チルちゃんもこの後ね、一緒に映るかな。ツイキャスの方がいいでしょね。ツイキャス主だし。間に合わないね、これ4分か。しょうがないね、今日はね。
初めて遅刻だけど、あと4分。今日大福と栗きんとんとなんか和菓子、和菓子なんだよね今日はね。栗きんとんと大福、なんかいろんなカラフルな大福みたいな、多分中は小豆とかじゃなくてなんかいろんな味のやつだと思う、見た感じね。レインボー大福みたいな、青いのもあるし緑色もあるし赤もあるし何種類かね。で、時間がね、ちょっとね、2時間に伸びたんだよね。2時間。1時間は、そういう、なんつうの、商品の説明で、あと1時間は、雑談とかなんか、ミニゲームコーナーみたいな。先々週ぐらいからちょっとね変わったんだよね。はい、もうすぐ着くね。銀座かな、秋葉原、ここだ、渋谷かな、渋谷です。今ちょうど渋谷、もう少し隣の隣かな。au ペイマーケットっていう名前に変わったの。 au ワウマだったんだけど名前が変わって au ペイマーケットになった。なんかポンタとかも合流したのかな、多分 au ポイントね、なんか提携組んだみたいよ。うん、 au とね、あのローソンのポンタか、ポンタポイントとかあるじゃん、7個とかさ。うん、au じゃないと買えないわけでね、会員登録すればあれだってコメントできるし、お買い物もできるんだって。普通の通あのショッピングサイトみたいなもんだよ、楽天とか。うん、マスカでちょっとね今日ね口が塗ったくってるからちょっとしたくないんだよね。これしか持ってないね、エアリズムしか。これもったいないよね、だってこれにつけんの。絶対エアリズム汚れるだろ、これ。マスクしたら。ねえ。使い捨てじゃなくて洗うんだけど、もう一発で汚れるよね、多分ね。使い心地はね、あんまりよろしくない。夏にするもんじゃないね、あんまりよろしくないっす。で、結構ね普通のマスクより分厚いんで、こんぐらいあんだね、分厚さがね。通気性悪いし、形はねピタッとなっていいんだけど、夏はちょっと使えないかなみたいな。匿名さんありがとう。よし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 。あ、
霊感もないし、霊感もない。昨日だから夜涼しい中でお散歩したんだけど、もうぜーぜーなっちゃったもん、苦しくて。私年がら年中マスクしてんだけど、あれは苦しかったね。うん、普通のマスクだったらそんなに外したいとかしないのに、結構我慢できなかったね。なんか降りたな。普通の紙マスクの方がいいと思うよ。普通のマスクの方が、あっちの方が涼しいと思う。あの一箱いくらとかで売ってるやつね。うん、これからチルちゃんとバッチリ映りますせ。チルちゃんとなんか私とチルちゃん似てるよね、メイクがね。なんか似てない？今日ちょっとチュルちゃん風メイクで、可愛いメイクで。あ、チュルちゃん着いた？オッケーオッケー、ごめんなさい遅れてて。もうすぐで着くかな。兄さんもついてる。兄さんが配信してるのかな今。兄さんが配信してるの。あ、チュルちゃんが配信してんや。チルちゃんが話してる。今この絵どれの辺ですか？あ、もう。1時前には着く。これをなんていうんですか、六本木の交差点ございますよね。はい。あれをずっとまっすぐ行って一回戻るような格好でこう。ああ、そうですね。多分。それでいいですか？そうですそうです。そうなんですか。それで、あの、あれですよね。向こう側の車線のちょっとまた入ったところというか。はい。そんな感じなんですね。そうですね。なんかもっとあの六本木の交差点を入っていっても行けそうな道があるのかと思ったんですけど。ええ。そうですね、さっき兄さんがいたから伝わってるよ情報。うるさいババアだねそういうの。今来てガチャ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 。さっき兄さんに伝わってるかな。本当に だって遅れてんの私のせいじゃないじゃん。本当出てる予定通りだよ。いつも通り出てるよ。で、兄様だよ。事故と一緒だ、事故とも。初めてだもんだって私遅れたの。もう半年ぐらいやってるけど1年か。初めて溺れたもんだって。初だよ、うん、あー、お茶ばかりありがとう。よし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 。あ、そうですね、ここ曲がってくるっと待っちゃうんですよ。はい、くるっとね。
いやもう大丈夫、降りてるから。これ不具合はないよ、大丈夫大丈夫だって私が遅れてるわけじゃないから、これ。こんなに言われても、やめなよって何だよ遅くない、その時間通り30分あればいつも着くんだから、20分で着くんだから。じゃいつも間に合うか、20分で間に合うのに、大体ないよ。もう触れたらみんな怒るでしょ、一緒だよ。いやもう偽善すぎて花が立つわ、本当にねえ。いやいやいや、腹立つに決まってんじゃないんだって。あ、ここでいいです。はい、ちょっと待って、はい、後ろから。でこの辺でよろしいございますか。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございました。これは車内決済でよろしいですか。はい、はい、あ、アプリ決済になってますが、はい、それでいいです。いいですか。はい、10,190円でございます。はい、はい、お決めします。はい、どうも、ありがとうございます。失礼いたしました。よいしょ、金なんか払いたくないよ、本当は。割引しろよって感じで、真面目に。誰？リスナーさん？びっくりした。よいしょ。お茶ばかりありがとう。ちょっとタバコ吸いたいな、一本。これ吸いたいな。あっち入ったらもう吸えないんだよ、2時間なんかんだよ。吸わせてもらおうかな。はい、こすちょっと待って、1本だけね。じゃあもう遅れたもんはしょうがない。遅れたら遅れたら一緒だよ、もう5分も10分も30分も8時まで入れば大丈夫。8時まで だってもう2時間3時間吸えないんだよ。イライラしたまんま入りたくないよね、ほんと。ちょっと落ち着かせましょうよ。ちょっと1本だけね、1本だけ。いつもギリギリじゃない、いつもあれ30分前とかに来てるよね。こんなギリギリなの初めてだよ。元はといえば兄さんが時間送るのが遅いのがいけないんだよ。あの人ギリギリで1時間前とかで送ってきたんだよ、あの予定表。そうよ、何食べるかも今日分かんなかったんだ。違う、1時間前にギリギリ来たんです。1時間前に今日の予定表、フィルターかけてない。兄さん化粧してる
あ、誕生日プレゼント忘れちゃった。どうしよう。いいよ、今度で。今日じゃなくてもいいもん。だって水曜日だもん。忘れちゃったよ。忘れちゃった。うん、水曜日って言ってた、水曜日。あ、お茶ばっかありがとう。よしよし。OKOKOK。 じゃあ行きましょう。お待たせ、お待たせ、お待たせです。18本。しまって、あと18本。よいしょ、よいしょ、やばい、おトイレ行きたい。一回トイレ行った方がいいな。ちょっと兄さんにあれ開けてって言って、あの着いたら兄さんが ID 持ってるから、目の前で開けて言って、開けてって。よいしょ。トイレ、女、女トイレ。よいしょ。うん。兄さん開けるって了解。よいしょ。トイレ期待する前に、入ってからトイレ行こうかな。挨拶してから。ん？兄さん切れてる、なんで？なんで切れてる兄さん。ちょっと、ちょっと待って。切れてない？ちょっと待ってね、来ない来ない。エレベーターが。メイコフちゃん、ありがとう。よしよしよし。来ないな、今日なかなか。あ、来た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 。え？来た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 。やばい、おしっこ漏れそう。15分。あ、ギリだね、ギリだね、ギリ。間に合った。29回です。ちょっと間に合った。大丈夫。
あ、こっちだ、間違えた。あ、行きたいかもしれない。兄さん、これいいかな。あ、いいよいいよ。ごめんごめん。ゆっくり行ってらっしゃい。気をつけてね。二台持ちだ。二台持ち。すいません、僕のせいで奈々ちゃんが遅れてしまいました。皆さん、申し訳ございません。今日もよろしくお願いします。今日もよろしくお願いしますね。楽しく。土下座しろ。カチャ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 、めんどくさいね。本当にやるの私なのにね。めんどくさいね。カチャ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 、もうめんどくさいね。話聞いてる？話聞いてる？はい、大丈夫。急がなくていい。大丈夫。今日なんか大福みたいで。そうだよ。おえって言ったの。いや、おえとは言って、お茶出んのかな、お茶。今日みんな配信してんだね。すごいね、盛り上がりそうだ今日。おい、はーい、はーい、お願いします。おはようございます。すいません、ごめんね、チュルちゃん遅れちゃった。おはよう、久しぶりです。嬉しい、めっちゃ嬉しい。おはようございます。あ、タクシーが、あ、見ましたよ、私、ね、見ました。私もタクシー乗りながら、ちょっと、ね、ETC 飛んなかった。ん？ ETC が飛んなかった。なんかね、カードがあ、そうバグってて。チュルちゃん、痩せた？痩せてないです。あ、なんかいろいろ注射打ちました。え、何打ったの？ボトックス。最近、ここと、ここ。それ何？デブでも効果あるの？なんていうんですかね、首が細くなるっていうか、長く見えるみたいな。ここの肩こりをこう、グッて下にやるから、長く見えるみたいな感じらしいです。ありがとうね。確かになんかほっそり見えんね、前より。そうなんですよ、ちょっとだいぶほっそり見える。ここ周りは。でもまあ、お腹はめっちゃ出ますけど。みんな変しか言った。久しぶりだよね、一緒に映るの。おはようございます。このあ、兄さん真ん中、ね、真ん中座れば兄さん。あ、ほんと？そうそうそう、ね、せっかく出して、ハーレル用意。配信切るね、こっち。配信切ります。今日みんなよろしくね。こんぐらい離れとけばいいのか。わかんないで。やめてよ、何その遠近法みたいな。遠近法みたいな、やめてよ。兄さん下がってんじゃんけ。この3人すごいね、なんかね。そうね、そうですよね。どんなスリーショット。え、チュルちゃんどうやって来てるの、いつも。私タクシーで来ちゃいます。あ、やっぱりね、わかんないですね。多分1メーターぐらいで来れるのかな。あ、家からですか。うん、あ、私仕事場から来たんですよ、今日とか。仕事何やってるの。私内緒です。あー、そうなんだ。そう、で、あ、なんか、まあそういう関係で。はい、じゃあ、はい、あれだね。おはようございます。おはようございます。お願いします。あれかな、よいしょ。はい、はい、これか。で、今日なんですが、
願いします。はい、よろしくお願いします。なんか今日綺麗だね、顔ね、兄さん。いや、そうでもないし。なんかすっきりしたね。そう、痩せました。痩せてないと思うけどね。なんだろうね、なんかエッチしたん。エッチしてないよ。したい。エッチしたい。なんかすっきりしてるよね、いつも。いやいや、どっちかっていうと奈々ちゃんがもう昨日ね、イケメンにエキスをもらってきたんじゃないの。イケメンって誰。え、昨日ずっと野獣のようにね、見てたじゃん、隣の男の子。あの月産だっけ。あ、入れる月産。あー、はいはいはい。この人ね、なんかリスナーさんが言ってました。言ってた。そうそうそう、イケメンばっかり。ずっと見てたよね、月産のこと。イケメンなんだけど振られちゃった。全部は見てないけど、タイプじゃないって言われちゃったもん。タイプじゃないけど、お泊まりは NG なんだ。いつものパターンじゃん。いつものパターンじゃん。別に何もするわけじゃないけどね。そうなんだよね、奈々ちゃんね、意外にちゃんと同意を取んないといかないもんね。そう。え、なんて人ですか。月産。月産っていうね、うん、ふわっちゃう人。なんかあの患者にとかにいそうな感じ。え、めっちゃイケメンじゃないですか。イケメン。あー、そうそう、そう。かっこいい、うん、でもそれちょっとあれだよね、加工してあるかな、雰囲気がまた違う。こんな感じってことですか。なんだろう、でも、もっと男っぽいね。そうそうそう。あ、もっと、あ、そうなんだ。へー。あ、それが近い、それが近い、近い、近い。あー、なるほど、はいはい、確かに患者とか。誰に、なんだっけ、なんだっけ、あれに似てるって言われてなかった。何？セクシーゾーンじゃなくて、なんだっけ、ジャニーズの、なんつ言われてたっけ、あ、大倉くん。大倉くんか。そうそう。あと三浦翔平とかだよね。どうですか。そっち系ですよね。いいなぁ。ね、兄さんどうなのよ。何か。何にもないのよ。何にもないのよ。何もないの。本当にね、見事に何にもないの。意外とリスナー抱いてるんじゃないですか。リスナー。あ、誰か。じゃあだよね。じゃあここまでお願いします。抱かれてもいい方。抱かれてもいい方、ここにいないんですよ。だって金曜日だって帰り一人でカラオケ配信やってたし。え、兄さん怪しいもんね、なんか。意外とありそうですよ、ね、いつもそういうこと言うけどね。絶対言わなさそうだもんね。言わなさそう。すぐそう言うけど本当ないのよ。そう、ないの。チルちゃんは逆にあんの。私彼氏できました。え、あ、4月にだよね。だから結構前だよね。すごい、彼氏ができて。あら、まあ、でもあれ言っていいのか分かんないけど、ちょっとあれなかなか会えてないんでしょ。そうなんですよ、まあ、うん、コロナもあるし、ちょっと忙しい感じでバタバタしてる人で、なかなか会えなくて。毎回言うんだけど、このトーク、番組で話すトークじゃない。大丈夫です。あ、まあ、そうそう。余興みたいな。余興というか。そうそう。じゃあ結構お金持ちの人なの。はい。いや、まあ、ビジネスマンです。真面目な感じで。真面目な人です、かなり。じゃあいいね。そうそうそう。ちょっと打ち合わせ行ってきます。行ってらっしゃいます。いいなぁ、私、ハチ君かな。ああ。あ、でも今やっちょくんと付き合ってるんだけどね。そうですよね。そうそう。あ、違う、行きます。前回聞いてびっくりしました。あ、そう。そうそう、配信は見てたんですけど。あ、いたやっちょくん。やっちょくんとは付き合ってんだけど、まだエッチとかね。ああ、ね。あれだかな。ちょっと感想聞きたいです。逆に個人的に LINE ください。チンプのサイズが。ほんと女子トークじゃん。いや、めっちゃ、ちょっと面白い。趣味とかね、なんかどっか攻めんの。それはあてにお酒飲んでます。お酒飲んでる。お酒飲みますよ、私。家にウイスキーとか置いてありますもん。ちゅうちゃん強いもんね。いや、でもあの時は結構なんか、配信者の人だらけだったから、いっぱいいたよね。そうだから結構しっかりしなきゃなって感じが。で、セブンさんとか、うん、あ、そう、セブンさんと誠社長と、ね、あと、金太郎さん。あ、そうだ、みんな消えちゃったね。そうですよね。ねえ、なくなっちゃいましたね。ねえ、確かに不思議と。そうそう。はい。なんか今日のトークテーマなんですけど、はい、プロ野球の話をするところで、はい、直樹兄さんの経費が入ります。ああ、はい、わかりました。はい、なので直樹兄さんが普通に
え、じゃあ今日のトークテーマいきましょうみたいな振ったら、そのタイミングでハッピーバースデーの曲を流すようにします。あ、はい、あのスタジオにも流れますので、そしたらそのタイミングでケーキが入っていく。わかりました、ありがとうございます、みたいな感じの、一応サプライズなのかわからないですけど、お歌だった方がいいですね。確かそういう歌だったはずです。みんなが歌う、踊っちゃえば踊るんですか。あ、ごめんごめん、あれ聞こんばるんで。あ、じゃあ兄さんだけ知らない。そう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 、そういう感じで兄さんは知らない、うん、みんなが知ってる感じ。忘れた。はい、っていう感じで。あ、じゃあありがとうございます、はい、はい、しました。そういうことか。おかしい、なんか水曜日がなんかあれなんだって。ん、火曜か水曜か誕生日なの。ああ、私もツイッター見ました。うん、なんかそうそう、めっちゃツイッターの名前のとこに書いてあります、ね。うん、なんかそうそう、毎年なんだかんだお祝いできてないからね。私初めてですよ、あの関わり始めたのが今年からですかね、うん、多分。そうそう、ちゃんと下がりすごいって何。内緒ですよ、絶対みんなコメント欄書かないでくださいね。美人姉妹でーす。あ、そうだ、コメント欄で書かれる可能性あるんだよね。そう、コメント欄絶対書かないでくださいね。絶対ね、本当にダメですよ。だから、うん、そうそう、ダメだよ。そうで、ダメですよ、本当に。ちゅうちゃん今年でいくつになったの。私、今年29になります。あ、まだ20代だったっけ。ギリ、あん時いくつ。私、ツイキャス始めた頃23とか2とか、そんぐらいでした。へぇ、あ、そうか、チルちゃんももう6年とか7年ですね、なんだかんだ言って長くなりました。うーん、そうだよね。もう意外と、そうそう、年取っちゃって、なんか YouTuber の人って若い人多いじゃないですか。だからちょっと厳しいなと思っちゃうんですよ。うん、そうそうそう、今つかさでやってんだもんね。あ、そうですね、もう結構なんかそのチュルっていうとへって言われること多くて、うん、そうそう、名前の切り替えを徐々にやっていこうかなと思ってるんですけど。 YouTube すごいよね。 YouTube 楽しいですよ、やってると。本当？うん、ナナさんも編集、もうこんだけ見てたら編集やりたい人とかいそうですけどね。意外といないんだよ。本当ですか。本当、金くれってみんな言うの。あ、でもお金とか払うの、あれも。あ、なんか事務所入ってんだっけ。あ、私今事務所入ってて、事務所の人にやってもらう分もあれば自分でやるやつもあるみたいな感じですけど、うん、そうなんだよ。あ、かわいい今の。何何こうやってコメント。かわいい、やっぱそういうところですよね。何、かわいくない。いや、かわいいですよ、そういうの。やっぱ気になるよね。まあそうですよね、そうそう。内緒内緒内緒です、内緒。そう、内緒、乙女だから。そうねえ、調子だと長いもんね。もんね、そうですよ、意外と長いですよ ね。そう、でも言うて数回ですもんね、あったの。そうだね、モグゴリとミヤビと、あれもそれぐらい。あと、あ、リアドスとか行ってないのか。あれ行った、あれ行ってない。ユタコン、あ、そう、ユタコと、あれユタコの店行ったことありますよね。あるある、何回か。そうですよね。うん、でもチューちゃんと会ってないよね、多分ね。そうなんですよ、たまたまタイミングが合わなくて。そうなんね。うん、モグゴリにも来てくれて。そう、モグゴリ行ったんですよ。シャンパンもらっちゃって。そう、ほんつって。めちゃくちゃ私酔っ払ってたもんね、あの時ね。ん？結構酔っ払っちゃって、あの日。うん、そうそうそう。あ、なんだっけ、ドレスで、下サンダルだった。確かそうそうそう。そう、気合い入れたんだけど。何、女装のおじさんとこも言い返してよ。もう、よくないですよ。太っちゃって。20キロ。20キロ？あれから20キロだよ。嘘、え、本当ですか。本当本当。結構食べてたんですね。あ、でもでも確かにお酒も飲みますもんね。そう。そう。でもね、お酒最近ほら仕事行ってないから。あ、そっか。やっぱ5キロぐらいふって痩せたんだよね、また。あ、やっぱお酒なんですね、うん、むくみがあるんじゃないですか、結構。お風呂浸かります？浸かんない。浸かった方がいいですよ。もういつもシャワーばっか。お風呂浸かって、お風呂がいいのかな。そう、ぐったりするとむくみ取れやすくなるから、そうそう、いいですよ。お風呂大事なんだね。大事ですよ、すごい大事。チンチンが垂れてると思って。ブラジャーつけないよね、みんなね。私ブラジャーつけてますよ。あ、つけてつけてますよ、さすがに。ね、こっち系の人ってあんまつけない人多くない？なんか包茎したら垂れないとか多分思ってるんですかね。そうそう、意外となんか苦しいとか言ってね。あの、まあ苦しいです。そうそうそう、だから家にいるときはほとんどつけないですけどね。なんかサイズが合うのが、サ
探すの大変だよね。意外と大変ですよね。アンダーですよね。うん、そう、アンダー大変ですよね。パンツもちっちゃいのしかないし、うん、それはわかります。そう、でもデザインがね、どん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 変になってっちゃうから、うん、逆に買う気失せるとか、ね、そうなんだよね。そうそう、私全然家だとボクサーパンツとか履いてますよ。あ、そうめっちゃ楽だね。全然楽ですよ。そう、なんかドンキとかに女性用のなんかそういうレディースボクサーとかもあるから、うん、そう全然履いてます、楽だから。そうそう、最近玉がすっごい出ちゃってさ。でもそれありますよね、太ってから玉がすっごいはみ出るの。あ、逆にですか。痩せてる時は収まってたんだけどね、うん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 、何なんだろう。でも全然私もよくありましたよ。今だともうないんだもん。そう、今ないですけど ね, ね、そうそう、今ないですけど。何タイプなんだろう、最新タイプかな。あ、でも2018年バージョン。でもなんかわかんないです。でもなんか結構7種類ぐらいあるらしいですよ。あー、種類がね。そうそうそう、女の子のあそこがね。そうそう、7種類ぐらいあるらしくて、見た目はわかんないもんね、全然ね。いや、でも私もほらそんな、うん、結構めっちゃ見せてなんか確認してるわけじゃないですけど、うん、なんか、まあ、彼氏もそうだし、うん、友達の女の子とかにちょっとこの願い見てもらっていいみたいなこと言ってもやっぱり気づかれてるのかなと思っちゃうから、結局わかんないんですよね。そうそう、一回さ、ママね、お店のママに 見せられたことあるのよ、うん、すんげえ臭くて。なんか脇がみたいに。それは多分あの人によると思います。で、多分ケアしないのに穴もう閉じちゃったみたいな。ああ、でもなんかダイレーションとかね、多分な、そうすると中の方が、うん、なんかそのなんていうんですかね、あの多分その人の手術方法によりますけど、うん、カスみたいなの溜まっちゃうのかな。あー、そうなんだ。それをなんかあのちゃんと定期的に出してあげないといけないみたいな、自分で。だってさ、中出ししてそのまま洗わないって言うんだよ。それは絶対やばいと思います。やばいよね、腐ってるよね、うん、それはちょっとやばいと思います。ほんとだよ。あの話ですか。あ、穴の話。穴の話。穴の話。え、なんか絶対 au pay とかではできないよ、話が。できないね。そうそう、洗わないとあそこは臭いとかそういう話。そう、兄さん興味あるんじゃないの、そういうの。いや、全然今入ってきたら何の話かわかんないんだけど。わざなくていいです。同性同士の話ってことですか。同性。あ、同性じゃなくてもってこと。え、いや、同性同士の。そうそう、はい、あそこの話は、うん、あの なんていうの、マンコの方です。マンコの方ですか。そう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 。あ、まあなんかその性転換系のマンコの話。そうそうそう、洗わないと臭いんですよ。でも転換しなくてもしてもしなくてもどっちもの話なんじゃ。いや、まあ、何でもそうですけど、洗わなかった。こういう話みんな多分聞きたいよね。私じゃ話せないかな。私何でも言われたら、ね、全然答えます。チュルちゃん枠結構話してる、そういう話。私全然聞かれたら何でも言いますよ。そうそうそう。でも人によってはさ、話せない人もいるじゃん。そうですね。でもなんか、うん、あんまりなんかその自分発信で行くのをやめようと思ってて、聞かれたらまあ答えるぐらいっていうのにはしてますけどね。なんか YouTube でもさ、なんかそういう話してたよね。あ、全然そういうのはあります、ね、やっぱりなんかね、やっぱ数字いきますから。そうです。性転換とか稼ぎになってるね。いや、そこはね、そこはやっぱり。これは何のカバンですか、ちなみに。あ、これはアンコキーヌってところ。アンコキーヌ、アンコキーヌっていう。これ一緒、一緒じゃないですか、アンコキーヌです、これ。あ、一緒。あら、たまたま。やった、ほら。嘘でしょ。これアンコキーヌです、ほら。ボッテガじゃないの。ボッテガじゃないですよ。私もアンコキーヌ。あ、じゃあ一緒だ。おお。まさかの一緒。本当に普段使いしてるやつ。え、めっちゃ普段使いしてます。可愛いよね。寝たりとか。え、可愛いですよね、やっぱり。ね、ほら。え、これね、流行ってんの。いや、なんか、どうなんです、最近ですか、それ。最近もらったんですよ。あ、それ全然めっちゃ可愛いと思います。でも結構流行ってると思いますよ。ねえ、なんかね、ちょっとトゲトゲがちょっと似てるね。ほら、みんな、みんなダサいダサい言うんだよね、これ。全然ダサくないと思う。可愛いよね。うん。チュルちゃんも使ってんだよ。使ってます。アンコキーヌ。アンコキーヌ。おそろ。おそろですよ。カチャカチャカチャ。じゃあ、なんかボッテガかビトンかどっちかなと思ったの。あ、全然全然。でもチュルちゃん持ってるとあれだね、高そうに見えるわ。いや、全然。私これなんかもうパンツとかグレー入れですよ。結構荒れるね。これ700円ですし。靴は？あ、靴だけバレンティノです。靴は全身落としていい？あ、全然いいですよ。あ、てこい。あ、靴はバレンティノ？
どれ、はい、これバレンティノ。そうです。うわあ、やっぱバレンティノって感じるね。こうね、サイズがないんでね、こういう感じ。イエーイ、やっぱスタイルいいわね。いや、太りました。私も腰肉がここ、チュルちゃん身長あるからね、スッってね、身長高いから。兄さん、私も取ってもらってます。てんてんてん、これはあれですね。ちょっとやめてよ。そう、私ナナさんと並ぶとめっちゃ、だから2人並んで、やだよ。ちょっと足めっちゃでかい。身長はね、身長ほらめっちゃ、ほらそんだけ触りますもんね。そう、なに、足からは、いや、遠くから取るべきに、遠くから、遠くから、ほんとちっちゃいですね。あ、でも今日ヒール履いてない、三段だからね。身長何センチ？170。ね、ちょっと、いや、コメントが笑っ、ちょっとどんな豚まんだ一番ね。ちょっといや、コメントが面白いじゃん。兄さん一人立ってみてね。いや、俺だと思う。あんた おじさんだもん。あんたも豚みたいになったじゃん、最近。そうよ。あー、でもいいね、今日ね。ポーズの取り方、アナウンサー。今日なんか夏っぽいね。夏っぽい。夏っぽいですね。うん、ちょっと暑い。いけるわ。しょうがないよ。チルちゃんはそっち業界の中でも可愛い方だもんね。可愛い。ああ、どうなんですかね。バケモンみたいにいっぱいいるもんね。今めっちゃ若い子可愛くないですか。可愛い。ナチュラルだよね。しかもなんかムカつくのが、なんかたまに趣味で女装するだけなのにクソ可愛いやついるじゃん。いる。あれめっちゃムカつきません？いるね。なんだこいつと思う。恵まれすぎでしょ。やっぱ若いんだよ。若い。若い頃だって10代とか20代みんなそうだもんね。ちょっと化粧するだけで可愛いとか、ムカつくと思う。のんけでも化粧して可愛くなっちゃうもんね。そうなんですよ。あれはちょっとムカつく。そうなんだよ。ねえ、兄さんも女装したら可愛くなりそうですか。あれ最近あの性転換アプリあるじゃん。ああ、あれやったよ俺。どうでした？なんだろう、見た？何それ、性転換？知らないの、ななちゃん。あ、ななちゃんでもやったんだよ。ツイッター上げてないけど。なんで私のやった？いや、ななちゃんを性転換アプリしてヒゲ生やさせたらめちゃくちゃ面白かったね。好きすぎでしょ。ななちゃんとツーショットで撮ったやつ。え、やったらどうなったの？いや、あの保存してないけど、もう一回今やってもいい。もうツイッター自分であげたんだけど。人の画像で遊んでんの。いや、あげてないよツイッター。なんでね。あ、個人情報が抜かれるってよ、そのアプリ。え、そうなの、やっちゃった。危ないって。こうなった。あ、あ、これなんかリスナーさんやってた。あ、いる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 。これあれ上戸彩みたいじゃない。ちょっとね、うん、だからななちゃんやればいいじゃんこれ。えー、でもこのままでよくない？ね、そうですよね。そうそうそう。いや、さらに女の子になれる感じ。あ、なるんだ。いや、どうなんですかね。どうなの？私変わんなかったですよ。あ、やったんだ。あ、変わんなかった、ちゅうちゃん。私はあんまり変わんなかったです。へ、え、ぇ、ー、抜かれるなんて思わなかった。ねぇ。ですよね。この髪色はなんていうやつ？これ、なんか、なんか、うん、なんていうんですかね、何色なんだろうこれ。ミルキー、ミルク系ですね。ミルク、ミルクティーとかそっち系かな。こんぐらい明るいのもいいね。明るくしたんです最近。そう、昨日一昨日ぐらいにしたの。これ人形さんみたいな。そんな。シュルちゃん絶対男だったら私やっちゃうもんね。逆に。これナナちゃんで、これを結構タイプで、これを男にした方がいい、女の方にしたらいい。前から言ってるけど、え、なにこれ、ナナちゃん。ね、意外にせん、これ、なにこの写真。だってこれ、撮ったやつだよ。いつ撮ったこれ。あ、これ、女の子にするとこういうちょっと綺麗になる感じ。いや、これ変わってなくない？まあまあまあ。これ、男にすると。そうですけどね。すごい。これ、男にする。男にするとこうなる。ナナちゃん。いそうだね。ちょっとなんか海外にいそうな感じ。海外系ですね。ね。そんなんで遊んでるね。遊んでる。最近流行ってるじゃん、このアプリ。流行ってますよね。ね。あ、もう8時17分でニュース。ね。うん、呼ばれると思う。あっち行く？もう。いいよ。あっちで。そうですね。今日でも3人だから、どう入るの？
いや、まあ普通にギュウギュウ結構、まあ、ちょっと若干少し離れしてはいるけど、うん、あざといですね、直樹兄さんこの顔。いやな、今日高画質になるからね、こっからね、うん、そうですよ、怖い高画質修正してもらおうかな。これも奈々ちゃん、これこうなったよ。あちょっと風俗のなんかほらさっきはこうなる、やっぱりやっぱりこうなるよ。俺2丁目とかにいるよね、もうなこれ男にしたら奈々ちゃんこうなる、男にしたらこうなる。私で遊ぶのやめてくださいね。こういう人いるわ。いや今日なんか兄さん配信ずっとやってて、やってた、あ、斉藤さんやってた、とかあと立ち止ました、うん、なんで。いやなんか誰からつまんねえなと思ってえ、でも一応800人ぐらい来てくれたよ。いや、いたよね、うん、でもいいじゃん斉藤さん。それ面白いか面白くないかは人の主観だから、それは藤井さんがなんか面白いって人がいれば俺のこと面白いって人がいるんだ。あ、そうだね、800人ぐらい相変わらずガチャガチャ言うよね、ほんとにね。なんかワンパターンっていうか、ワンパターンひどい。でも聞きながら寝てた、私聞きながら寝てた、うん、ひどいね、ほんとにね、兄さんのことね、ひどいね。じゃあ行きますか、あっち。はい、行きますか、ね、でね、よいしょ。これ持ってっちゃっていいのかな、ニーズまた。あ、いいよ、大丈夫、ギリギリまで大丈夫、大丈夫です。なんか久しぶりのスタジオだからあれね、はい、どうしよう、はい、いくよ、入ります。はい、お願いします。これからスタジオ入ります。いいよ、どうぞ。あ、靴脱がないの。わぁ、すごい。兄さん真ん中の方がいいんじゃない。ああ、なるほど。じゃあ、やだ、私真ん中。でも、質問やるから。兄さん真ん中でいいの。いや、質問やるから、奈々ちゃん真ん中。なんか真ん中緊張そうな。こう、パンってやった後に。あ、でもそんな、あれだね。弊社。お願いします。はーい。お願いします。こういう感じで。で、みんな映るかな。はい。オッケー。カニ刺されちゃった。あ、これもつけちゃった。そうですね。マイクつけていく。はーい。はーい。これ電源つ。すごいよ今日。お菓子お菓子。スイーツ。はい。ゼリーっていうかね、大福と栗きんとこれなんだろう。栗きんとんと栗かき。あ、かき。あれだね、みんなお茶のお供って感じかな。どうしてよ。あてみたいな。はい。このあとね、8時半から生放送、3人で今日は。あ、すみません。あ、すみません。はい。はい、OK です。ありがとうございます。みんなダウンロードしました？ダウンロードしてください。あ、よかった。一番奥だからちっちゃく見えるね、これ。そんな。さっきアンケートしたな。はい、見ました、見ました。あれだよね。半々ぐらいが見たことある。うん、で、残りの…その半分が…いつも見てるっていう。そうなんだ。だ今日いつもふわっちりやってるから。どうなんだろう。リピーターさんは多い方なのかな。あ、リピーターさんだからいつもふわっちりやってるから、ツイキャスだとやってないっていう人が結構。うん、あのツイキャスで初めて知った、今日初めて知った人もいるかもしれないんで。そうだね。見てない人ね。はい。じゃあマイクテスト。はい。みんなダウンロードしましたか。どっちが大変。どっちだの人が大変。あ、これ聞いてスタッフ、スタッフを、スタッフを狙うなって、そう話したよね。面白い。どっちだ
これマイク入ってますか？どっちにも来てる。どっちだよ。参加してない。本当にね、この人たちね、本当に。目が落ちた。はい。皆さんこれは少人数制だから、ね、はい、今ナミティさんが出してくれてますけど、皆さん au ペイマーケットダウンロードしてください。タナさんのツール最近ちゃうよ。何か髪切ってからね。ああ、私違う方では、ナミティさんからナミテストしていきます。本番と同じお声でお願いします。はい、皆さん今日もよろしくお願いします。バイクテストです。よろしくお願いします。お願いします。はい、あ、お水もここにあるね。全然大丈夫だよ。どれがアイスですか？え、これです、はい、アイスなの、はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ニーソ、先週は何回来たの？先週だから1回ここに取りに来て、あーそうか、そうか、ナナちゃん届けに行ったから2回。あれから来てないの？1週間に1回。あー、そうそう、今月はね、そんなにないから。ただ1週目と2週目は水曜日もあったから、リオリオの回答が水曜日。じゃあ、ナンキンさんからお声ください。はい、よろしくお願いします。ナンキンさんです。よろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。はい、OK です、はい、じゃあ、ナナさんお声ください。よろしくお願いします。ナナです。よろしくお願いします。はい、じゃあ、スカさんください。はい、よろしくお願いします。スカさんです。よろしくお願いします。カメラ、こっちか。はい、こっちです。はい、了解です。こうで、こうで、そうですね。3台もう一回もらっていいですか？あ、ジュルです。よろしくお願いします。はい、 OK です。ありがとうございます。みんなわかるかな、味方。みんなのツイッター、ナナちゃんのツイッター今ね、定期さんも流してくれてるんですけど、こちらの au ペイマーケットのアプリをダウンロードしてください。ドコモの人でもスペシャル編で、ソフトバンクの人でも見れますんで、スマホでしか見れませんので、この後この配信終わります。ここだと綺麗に映るね。やっぱりそうでしょ、うん、ね。でも奈々ちゃん家もやっぱりちゃんとね、お家すごい、すごい、うん、ちゃんと、うん、めっちゃカメラ暗いよね、やっぱり、ね、まあまあ部屋はね、うん、他も照明が半端ない、うん、こういうなんつうのリングの、ああ、はい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 、面なんかこう、ああ、ちょっと輪っかできるそうね。いいですね。ネイル等と取っていきますね。これ動かして大丈夫ですか？ああ、ごめんなさい。ごめんなさい。メーカー配信の時ね、すごいね。いいですよね。うん、でもこっちのラップも外しちゃいます。はい。どうせなら失礼します。はい。もう残り4分だから。ああ、やだ。ごめんなさい。すみません。ああ、やだ。大丈夫ですか？大丈夫です。ちょっといいな。ただ、サムネイル撮っていきます。はい、今もうモニターに映ってるこの画角で撮っていきます。はい、ちょっと待ってね。食べれる限りで大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。
これが一応アイスで、これが冷凍になったり、はい、ごめんね、忘れてた。解凍してます、さっきまで1時間置いてたので、はい、外なんで、硬くはないです、はい、多分中は少ししんなりしてるから、はい、熱いです。美味しそうなのばっかだよ、今日、はい、今日は2時間なんでね、8時半から10時半まで、1時間はトークとかゲームとかね、そうなんで、1時間は番組、あの通販ね、うん、そう、2時間見てね、よかったな。美味しそうなもんばっかだし、ね、多分もうあれね、画面に出てんのかな、これね、これこれもう画面に出てるか、こう配信によってここにもうパッと出てくるね、ね、今日の予定表、ライブ TV ってやつかな。ね、おいしそうだよ。これ全部この前のライブ TV って項目ね。あ、そう、あれも全部。そうです。ああ、水なんで。で、配信ここに出てくるかもね。AU Pay Market。AU Pay Market。AU Pay。そうそう、アプリを落として AU Pay ってね。オッケー。じゃあ行きますか、そろそろ。はい、じゃあ切ります。 au pay で会いましょう。はい。